じゃあ体重測ります。じゃあまず最初体重測りますね、うん、でそれちょっとこれ下に出してもらっていいですか、はい、焦げちゃうね、うん、1050体重測ったことあります？あ、そう、買った当初だけ買った当初だけ、ね、結構ね、体重はね、大事なんですよね、はい、体重と、それから神さんは見た感じと持った感じ、はい、だから、ずっしりしてて欲しい、かなりずっしりしてる、もっとずっしりしてる、もっとずっしりでも、まあ、まだずっしりしてる方ですよね、うん、で、爪長いな、くちばしは気づいてるんですけど、そうだけね、はい、で亀さんは顔を見ても顔色が分かんないんで、あのご飯食べるときにですね、口の中の色を見ることを気をつけてもらえるといいですね。で口の中の色はやっぱちょっとこうやって持ってて、はい、よ口の中ちょっと見させてくれれば見えますけど、あ、これこういう色、はい、ちょっと色が薄い、わかります、はい、下の色とか、はい、ちょっと下が、まあ、下の色、下の色がわかりやすいですね。もうちょっと赤みがかったピンクの色がいいですね、はい、ちょっと薄いです、はい、ってことはどういうことが言えるかというと、ちょっとヒントとしてじゃあ顕微鏡に揃ってるから顕微鏡ね、ごめんなさい、もう一回じゃあこれから落ちちゃうといけない、もう一回ここに入れさせてください、なんかね、すいません、はい、じゃあこうで、弁の方ね、あのセッティングができたら先に弁の方の結果見ますね、はい、